春の海の描いたような美しいお嬢さんですね。やおめ、おいし加納宝庵様のお嬢様だ。そうか、どれでお美しい。先生のお笑い草の土産に求めてまいりますから少々お待ちください。いらっしゃいます。いらっしゃいます。いらっしゃいます。錦絵が欲しいのかな。あ、さあどうぞお買いくださいまし。私は錦絵などあまり見たことはないから、お気に入るようなものをお主が見繕ってくれ。はい、花魁の絵でございましたら春章、歌麿、清永政信、いろいろこちらにございますですが、何と申しましても女を欠かしては歌麿でございましょうな。歌麿のこれが大文字屋の高袖花魁でございます。これは花魁ではございませんが、観音様の水田や何話屋の沖田、いずれも当時評判の美人でございます。これは新しく出ました、あの続きものでございます。さあどうぞ。錦織、歌麿型、新模様。番頭、これは何と書いてあるの、読んでみろ。はい。失意の媚び麗しく、高蘭氏の錦をまとうとも、唐絵の浅ましさ、死を覆うて五体の符を表すに至る。たとえ荒垣といえど、世が活筆は生死なり。黙れ。加納家を侮辱するも甚だし。亭主呼べ。亭主をこれ呼べと言うのじゃ。清之助様、どうなされたんでございます。いや、この絵の歌麿の持参が傲慢も甚だし。亭主呼ばんか。はい、あの主人はただいま宅には。どこにいるのじゃ。車の中に。車のどこじゃ。多分大文字屋だろうと存じます。大文字屋。はい。よし、かかる暴言を見過ごしては我らの面目が立ちません。奴の増長マンを懲らしめてやります。次第によっては切り捨てやります。なりません、なりません。いや、もうお案じなさるな。お先へお屋敷お帰りください。清之助さん、当家に大門口の伝えのあるじをおるであろう。これやべ。おしん、歌丸師匠が来たらおいらは先に鶴羽へ繰り込んだとそう言っとんな。いや、かしこまりました。どういうご用でございます。うるさい、呼ばれば来んぞ。どうした。バカに物騒なこと言ってるじゃん。どうしたんだよ、つった。え、なんだね、つった。お前は蔦屋十三郎だな。どういうご用。それに違いないな。いかなる了見にてかようなものを反抗いたしたのだ。で、あなた様、加納衛生院の門弟、小出英才だ。さあ返答せい。
お主が返答できずば、歌丸をこれへ連れてまいれ。奴がこの地はここを動かんぞ。はは、あれか。ありゃ怒る。なんだな、京伝さん。いや、この間、宇田さん出した絵に賛がしてあるんだ。己の描いた女は、墨の荒書きでも生き生きとしているが、これの女は、無駄に色が使ってあって、みんな、片輪と言うんだ。だからおめえ、辛いを報ずるあの衆たちは、片輪を描いてることにならな。片輪か。なるほど、うめえこと言ったな。笑い事じゃねえぜ。ちとやかましいことになるんじゃねえかの。宇田さんは一体どこに住めているんだろうな。大方お期待のところだろうよ。今にも見えたら私はどうしよう、どうしよう。おしん、おめえ宇田さんに惚れていたのか。違いますよ。だって宇田さんが殺されでもしたら私は絵姿に変えてもらえなくなるじゃありませんか。宇田さんにおめえの絵姿を。そうですと。なるほど、これはいい女相撲の錦屋ができるわ。一句さん。一句もなかろ。本当に冗談じゃねえで。誰かに知らせてやらないもん。若いし、明日試しよう。そうしよう。きっと今の話の先行堂の一件と合ってるんですよ。何前の北田の江戸三美人の一人なんて騒がれるのは誰のおかげで。みんな師匠が一枚屋になすったおかげじゃござんせんか。そんなギリ知らずの真似をして後にお天道さんが見られると思っているのか。だけよしね、ギリと色とは別だ。おいら何も一万円にしてもらってそれを恩に着せて色事するほどやぼじゃねえ。もうやってないだろ。そろそろ大文字屋行かざないね。すいませんね、お待たせしまして。お師匠さんがいらっしゃるのを知ってましたら待ってたんでしょうに。小敷のしらみで口で殺すってやつか。まあ、だけ。じゃあまた明日。馬道から期待それたら承知しませんよ。大丈夫だよ。いらっしゃい。ああ、宇田さん、すいません。真っ昼間からお楽しみですね。余計なこと言うね。今すぐ一本つけさせますからね。はい、竹さん、お土産。せちゃうかつには食えませんね。おや、毒でも仕込んであるといいかい。首が飛びますよ。ひっくじなし。おやおやおや、まるで飼い猫ですね。暑い暑い。お暑うござんしょう。私は今銀座の若旦那に会ってきたのさ。そんなこと聞いちゃいねえよ。私が言いたいんですよ。歌丸しておりますか。大変な点だ。どうしたのさ。実はね。お師匠さん、お師匠さん、大文字屋行っちゃいけません。なぜだ。行っては殺されますって。今若い衆が。男はしちゃいけねえよ。どうしたんだね。なんでも加納様のお弟子とやらが、お師匠さんのこの間お書きになった錦絵のことで刀にかけてもと掛け合いに来てるんだそうでござんす。そうか。そう聞きゃなおのこと。今夜おいら殺されりゃ化けてでも見に来てるものがあるんだ。師匠、それは乱暴ですよ。いや、大文字の玉鈴よりは入れ墨するんだ。おいらの入れ墨は蔵の張ったじゃございません。ほらが、それをやらかすってんだから豪儀なもんじゃねえか。掘り手は江戸で名打ての唐草権次よ。どうで、そう聞きゃどうでも見に行かざなるめ。バカバカしい。入れ墨なんか珍しがってたんじゃ、朝湯に行くたんびに目を回さなきゃなりませんよ。おい、竹早くねえか。そうおっしゃられても、私はまだシャバに未練がありますんで。おい、タケ。話は分かることなんですから。歌丸か。さようでございます。
あのような罵詈雑言を公に犯人なすからには覚悟あろう。さあ拙者立たし合いいたせ。あなた様は加納家の門弟小出英才だ。命惜しくば詫び状書くか。どちらもお断りいたしましょう。何？その通りなんだから、しがんございますね。刀やお上のご意向を恐れるくらいなら、わざわざ犯人を起こしはしませんよ。何？錦屋は歌丸の命をかけたもんでございます。お前さんも絵描きなら、人斬り包丁で勝負しようってのは卑怯じゃございませんか？よし！しからば、縁で勝負する。拙者が長き、誠か田岡見せてくれるわ。道具持ってきてやんね。え？ありがとう。よしよし。またこっち向いてる。観音様ですね。さあどうかどうか申してみよう。これはうまい。なかなかきれいな観音様だ。だがやっぱり型ですね。何？第一血の気が返っていませんよ。え、血の気が？直させてもらいますね。さあ果たし合いをするまでもなく勝負は決まりましたね。スタジさん、例の場所はどこだの？鶴岡だよ。あ、そうか。じゃあ、レイさん行く。そろそろ繰り込もうぜ。あ、とんだことに暇取ってしまった。行こうぜ。なんだろう、お前さんもご一緒にどうです。さあ、食い込もう、食い込もう。おはようございます。揃ってきたぜ。ところがね、つたさん。おっと、入る早々、色っぽいね。おいらの肌を切れすぎて、額をかけに行って。親方がそういなさるんで。そんな調理あるかい。いくらおいらの肌を切れだからって、二度一人の黒草軍事が。俺は知ってももういいねや。
おいら。うたさん。おいら、ぶしつけな頼みだが、俺にその肌へ触らせてくれねえか。うたさん、じゃあなんでまたそのような冗談を言いなん。冗談じゃねえんだ。俺は真剣に恥も外部も忘れて頼んでいるんだ。俺は今までずいぶん女の肌を見てきたが、こんな綺麗な肌を見るのは初めてだ。いや、仕事をしてるのは山々だが、師匠、残念ながらあの肌は見たんじゃ、肝心の死体がこの権次の腕には及びませんや。でもよた、おめえさん死体さえ満足できりゃ、掘る気は終わんなさるんだね。それは聞かれるまでもね、あの花魁の肌へ掘って、恥ずかしくね死体さえありゃ、なんでこの俺が嫌を言うもんかい。よし、この死体俺が書こう。師匠、主が書いてくんなますかい。書いてやろうってんじゃねえんだ。書かせてもらうんだ。人の肌へ筆を下ろすのは初めてだが、俺の家にはもってねえくれねえ言うな。さ、そっち向いて。はい。あれって、歌丸師匠に死体を書いてもらい申すとは、堀殺し、唐草軍実証の妙話でござんす。どう聞いてって、そりゃ素晴らしい。見物だとよ。師匠、なんてことするんだろう。できたぜ。おいら、ヤマンバと金取りだぜ。そうじゃますか。ヤマンバと金取りはうめえことしてるぜ。年中、おいらの背中におんぶされやって。おいら、こいつは悲しい時には一緒に泣いてくれるぜ。うたさん、おんじ気に入って。嬉しい時には背中で踊らん。おいら、こいつはおめえさんと生涯、浮き沈みを共にしてくれるで。私は町絵師になります。浮世絵師になります。京成梅女の肌といえども、無情な犬として習俗と共に生きる彼らの絵心に深く打たれました。はしたない町の浮世絵師などに。いや、お下げ済みになってはなりません。町に生きる女を手本として、己が情も命も打ち込んで描いている。あの真剣な心持ちは滅多に見られるものではございません。やれ。課長には課長に型が、山水に矢を配するには約束がいる。絵の具を解く心得、作法、流儀だ。もう拙者は先祖のしきたりばかりを追う重箱に詰められたようなお絵師の暮らしがつくづく嫌になりました。父が許しはいたしません。そこを立ってとおっしゃれば破門になりましょう。あなた様のお家は戦国のご陣をお取りなさるれっきとしたお旗本でございます。さよう。私の父とて感動するに違いありません。それも承知。身分が、位が、絵の値打ちを決めるもんではございますまい。
それでは私どものことも捨ててとおっしゃるのでございますか。幸男を捨てても浮世絵師になろうとおっしゃるのでございますか。あなたはもっと良いご縁を。嫌でございます、嫌でございます。英才、出入り箱なの、下がれ。では、お別れ申す。戦国の淵も捨て、刀も捨て去って軽々といたした。しかし、よくそこまで思い切りなすった。今度は足の方が感心しましたよ。何を言う、師匠のおかげで生きた絵を描く目を知られたのだ。お主のごとき名士がかような粗末な画質に金ピカの道具立てがなくちゃ描けねえような絵描きなら絵描きじゃございませんよ。しかしなんですな、そのお嬢さんってのはお気の毒じゃございませんか。雪江殿もやはり古い古い辛いの女だ。型は師匠に教えられたような生き生きとした情けってものはないのだ。北川殿、あれだ、あの花魁の入れ墨を見に参ろう。うん、要はそのいつでもお供いたしますよ。まったく美しい肌だった。おや、うん、タケ、お、シュ、キタさん、タケさんが私を女房にするって言ってくれたんでござんすよ。タケ、いいのか。なんですって、ウタさん。いや、そんなんだ、似合いの夫婦だよ。それどころじゃありませんよ、師匠。大変でさ。出れなくたっていいやな。冗談じゃありませんよ。タガソでオイラが駆け落ちをしたんで。ん、相手をまあ誰だと思います。沖田がほの字の我が旦那でかつて。あの絵をしょったまま逃げてしまったのか。師匠や軍事親分がせっかく打ち込んだ仕事も、あったらどぶ川へ捨てられても同じことでさ。あれはただの縁起じゃねえ。恋もし泣きもする人間の肌だ。それは最初から承知のはずだ。おいらが誰と駆け落ちしようとそんなことは構わねえ。まさか真珠なんぞしやしめよ。この先行道のせがれっていうのはよっぽど名誉になったらしな手を心得てると見えますね。そりゃね、翔さんは何とも言われない優しいところがあるんだよ。あんなに言われたらどんな女だって。そりゃ油断も隙もありやしで、
だからしゃおしんを女房にすることに決めたんでさ。おしんなら安心だ。私は定女だもん。誰も相手にしねえからさ。なんだって。いや冗談だ。なんだって。冗談だ。どうして若旦那は来ないんだ。じれった。若旦那って。姉さん、歌丸師匠を大切にした方がおためですよ。お前さんは何も知らないんだよ。歌さんは私が好きで来るんじゃないよ。姉さんでなくちゃ誰だとおいなんです。女さ、ただの女さ。歌さんは女の生き量を追っているのさ。生き量。おや、噂をすればかん。いらっしゃいませ。いらっしゃい。起きた。別に変わったことはないか。おかげさまで。そうか、そりゃよかった。あ、今日から俺の悪手になった千之助さんだ。何分ともによろしく頼むぞ。色気のね、挨拶だね。起きた。千之助さんにちっと待ち言葉でも教えてやんね。ついでに恋の手札も一緒にね。それは銀座の若旦那に聞いてちょうだい。大文字屋の高袖と駆け落ちの一件。さあ、ごめんなさい、ごめんなさい。さあ、わずか半光材の五文じゃ。さあ、五文じゃ、五文じゃ。入り山形に二つ星、松の位の高袖太夫、通い慣れたる銀座二丁目の神問屋、千光堂のせがれとなじみ、五月六日の虎の刻、添えぬの。さあ、こと明細明細。ああ、わずか半光材は五文じゃよ。さあ、五文じゃ。私、若いさ。その読み売りはここが初売りか。え、今出来たてのホヤホヤです。そっくり顔じゃない。え、姉さん、もうがみんな一緒ですよ。分かってるよ。え、これでいいんだろ。え、どうもありがとうございます。え、人ごとながら良い心持ちはせぬが、しかし読み売りに出されるまでよその女と熱くなっていたのを知らなかったとは迂闊な話ではないか。そんな浮気男とは知らないで、情を尽くしていたのがこっちの落ち度でござんしたよ。しかしもう忘れろ。さっぱりと江戸の女らしく諦めろ。江戸には若い男はいくらもある。いいえ、誰が諦めるもんですか。泣き寝るすなんて、そんなことは私にはできません。たとえ草の根を分けても、探し出して思う存分恨みを言ってやりますよ。加納の娘、幸恵でございます。お嬢様、
様をこれ呼んでくださる。まあどうぞお入りなさって。かもってくださるな。清之助様を。その清之助さんをすぐ呼びにありますから、どうぞ入ってお待ちなさって。さあどうぞどうぞお入りなさって。どうぞ。町江氏の住まいは見さ苦しゅうございます。どうも連れんならずに一体どんなすったんでます。末之助様はどこにおいでなさいます。今すぐ呼びにありますから。おう竹、はい、末之助さん呼んできてくんね。籠を飛ばして急いで行きね。急いで帰ってきてもらうんだ。あそう、はい、頼むで、はい、早く行ってきて、はい、さあどうぞどうぞ渡りなすって。おー、ふだいふだい。はい。ご苦労さん。よし。あ、あなた、ちょっと待ってくれ。はい。お、清之助さんお見えになってるだろ。え、あちらに。あ、そう。清之助さん、お帰りになってください。どうしたんだ。加納のお嬢さんがお見えになってるんで。何？ゆきども、あなたは座ってらっしゃい。竹さん。はい。そのゆきえさんとやらおきれいかい？そりゃもうお前さんと違ってね、お上品でおしとやかで。バカにおしれないよ。清之助さん。こんな夜更けにたった一人でわざわざ遠いところを見えになったんですぜ。私はもう清之助様お返ししないよ。そんな乱暴な。姉ちゃんうるさいね。誰が何て言ったって私はもう返さないから。竹さんさっさとお帰り。ああご苦労ご苦労。ああご苦労だった。さあさあ。清之助さん、どうしたんだ。お帰りにならないんで。なぜだ。おい、どうしたんだ。はっきりね、はっきり。沖田さんが返さないんで。何？沖田が返さねえ？明日一緒に入れない。ちょっとお待ちなさって。切っていい。おやうたさんおいでなさい。さあさあ、一杯どう。清之助さん、お嬢さんは待ってます。早く行って会っておあげなさい。かやしゃしませんよ。清之助様は私のもの。もう誰にもやりゃしませんよ。おめえには、ね、後でとっくり話をする。清之助さん。北川殿、お北の言うのは本当だ。わしはもう、お北の虜になってしまった。千之助さん、あっしがわざわざ断るまでもねえが、あんなお屋敷のお嬢さんが忍んで会いに来るっていうのはこれよっぽど残ってっぜ。あの人が何を言いに来たかは分かっている。見下げ果てた浮世絵師など思い切って上心で位が高くて、いつもお手前でお菓子をいただき、ことの音を聞いて慎み深い控えめな言葉で恋をする。あの屋敷へ戻れというのだ。師匠にも似合う。それ起きた。なんとか言ったかな。
やぼ。うん。それそれ。その野暮は吉根だ。師匠からそう言ってくれ。このまま屋敷へ帰らずに町絵師の女房になる覚悟ならお会いする。野暮な屋敷清之助様は何とおっしゃるのです。お屋敷へお帰りなさいまし。清之助様がそう言われますのかい。あなたが町絵師の女房になるお覚悟ならお会いする、そうおっしゃるんだ。たわけたこと。お送りいたしましょう。屋敷へは帰ります。じゃあ町絵師の女房におなりになるんだ。来てるか。見えていないんですよ。もう来た。奥に、うん、ああ、歌さんおいでなさい。直樹だ。おめえ新庄千之助さんに惚れてるのか。それとも千光堂の払い世にあのお嬢さんから取ってやろうって考えなのか。はっきり言ってくれ。はっきり言ってくんね。妙に絡んでくるんだね。箸の上げ下ろしりしたことのねえお嬢さんが屋敷にも帰らずにしがねえ町集まいをして千之助さんの帰りを待っていなさるんだ。つまらねえいたずらをして千之助さんを消してやんな。そんなに悔しかったら腕ずくで取り返せばいいじゃないか。起きた。どうして師匠はまたそんなに焼きとなって。ああ、分かった。師匠は焼き餅をやってるんだね。何？きっとそうだ。嫌な師匠。何？おや？武藤って言いなさるのかい？いくら偉い錦絵の先生かもしれないけれど、お前さんにぶたれる因縁はありませんよ。歌麿が水屋の女に焼き餅を焼いて殴りつけたと言われたらさぞ値打ちが上がりましょうよ。さあぶってもらいましょうか。さあぶったくんなさい。ぶってもらいましょうよ。どうしたんだね。おい、タケ。はい。え、何ですか。戸閉めてくれ。冗談じゃありませんよ、師匠。まだ日がカンカン照ってるじゃねえ。何でもいいから、まだ閉めるんだ。どこ、ロストンすか。もういい。俺は閉める。いや、閉めますよ。閉めますよ。明かりつけんな。早く持ってくる。え、
何しろできてくれできてくれがすっかり荒れちゃって調子が出てこねえ。なんとかしなきゃあれだけの立派な腕台無しにしちまうぜ。竹丸の話じゃ宇田さんは起きたと顔をつき合わせちゃまるで鳥の気合みたいに喧嘩ばいするんだそうだ。いけねえ、悪いところへはまり込んだもんだ。始末にいけねえ。本当に困ったな。目や。なんだ。小引き町に松平宗の神様という道楽者の大名の殿様がありんす。それがどうした。その殿様の悪遊びだが、築地の浜の屋敷で腰元衆を裸にして魚取りをするってことを小耳に挟んだんだ。おお、本当かい。そいつを一つつてを求めて見物といきゃ宇田さんの気も変わるじゃねえか。よし、そのつては俺にある。おしれ、そいつを宇田さんにかけちゃ売れるね。お前さんはすぐ商売にする。よし、そいつをやるぞ。さあ、別にで売れ。さあ、じゃあ。なれば決して人目につく場所ではござらぬ。ごゆっくりとご覧なされ、なかなか楽しみなものでござる。いや、本当に言いますか。どこから覗くんだの。こっちだ。あっちは浜だ。行く。やたるなくちゃいけないよ。どんな面白いものが見れるか知れないが、隙見がバレて一同バッサリ、仲良く浄土へ行くようなことになるんじゃねえかの。脅かしちゃいけねえよ。そんならおいらとっくり別れてくるやつがあったんだ。お方おめえのことなら柳原の豊かだろ。知らねえな。おめえの女房だ。いけねえ、もう始まるんじゃないの。仕方、ここのお殿様が武家町人から寄りにいて集めたんだとよ。どうだい、まるで天女のようだ。でっけえやつをビーク入れてったお仕事なんだ。見つけた。さすがは目が早い。おいら生まれてからあんな綺麗な肉付きの女初めて見た。
おいらには苦労とんなんにはめったに見られねえ。血の色まで綺麗なようだ。ビチビチしてやる。サジュルさん、あの腰元を連れ出してもらえないか。え？おいらあの腰元を間近に置いて生き手本にしてとっくり見て書きたいんだ。頼む、何とかして連れ出してくんね。それじゃ無理だよ。捨てを求めて宿下がりとかなんとかならねえもんか。それは町方のんなら何とかならねえとこだろうが、武家の娘でもあってとてもできねえ相談だよ。そこを何とかおめえさんの腕でやってくんね。おいらあの腰元をとっくり見て書くことができたら一緒に一度の絵を描いてみせる。おいら今見てるうちに身柄も考えたし工夫もついたんだ。頼む、何とかして連れ出してくんね。頼むよ、頼むってことよ。頼むよ。無理だよ。頼むってことよ。おらんさんと言いなさるんで。さあ、どうでございますか。歌丸でございます。おらんさんが町方の娘なんでよかったよ。どうもありがとうございます。とにかくご承知のようにこの師匠は今までいろいろきれいなお女中書を書いてまいりましたが、おめえさんのような振り付きてほどのお人を見たことがないという惚れをつけたりしてね。お口上手な。私などはほんの発した。またまた美しいお方がいくらもございます。このような不細工な体つきでお褒めいただきたい。お恥ずかしゅうございます。決してお世辞を言うような師匠じゃございません。みんな本当のことなんで。ところで、おらんさん、改めてお願いがあるのですが、お聞きになってくださいましょうか。どのようなことでございましょう。ご心配なことじゃございません。ただしばらくその綺麗な体をこの師匠に貸してやってもらえましてんで。私の体を。祖母様のお行きでなすったままの姿を見せてさえくだたらそれでよろしいんで。ご無体なお願いってことは重々承知してるんでございますが、北川歌丸を一世一代の絵の生き手本になっていただきたいんでございます。今の世の中でこの師匠がそいつをしておかなかったら誰が代わってしてくれるか。一人の歌丸のためじゃございません。浮世絵道のためにどうかこの名人に思う存分腕を振るわせてやってくださいね。お殿様のお言いつけ言えよんところなくいたしますので、こなたではちょっとお恥ずかしい存じますけど、そういうご事情ならどうぞお役に立ててくださいませ。じゃあのご承知くださいますか。そうでございますか。じゃあ、わしはちょっと遠慮させてもらいます。あ、じゃあ、どうぞこちら。ちょっと手を押さえになって。はい、ちょっとごめんなさい。美しいお女中衆をお大名の金と意向に任せて一つ屋敷に集めるなんて、母さん、私はもうあんたをお屋敷に感謝しません。留守を頼んだよ。はいはい、気をつけて。
起きた。どうしたんだ。どこ行くんだ。これ。おまん、どこ行ったんだ。翔さんたちを沢原で見つけたって人があったんです。聞いたら今すぐ行くって、あなた気が早いったら。沢原。そうでございますか。まあそれは用断したね。何よりでした。あんな魔性の女に取りつかれてちゃあなたの命もなくなるところでしたよ。しかし忘れがたい女だ。いけませんいけません。あなた、私のところの仕事場もまだご存知じゃありませんね。一度ご覧になりませんか。あ、それは見せてもらおう。じゃあご案内しましょう。さあどうぞ。まあ錦絵がどうして出来上がるか一度ご覧になってございます。これは杉ですよ。おお、杉ですか。あれは胴座引きです。よくご覧なさい。あっ、雪江殿。なんですね、気の弱い。さあ、もう泣くんじゃありませんよ。ね、さあ、もう泣くんじゃありませんよ。スカジュ殿、アイスマン。お嬢さん。はあ、よかった、よかった。さあ、もう機嫌を直すんですよ。さあ、機嫌を直して、ね。師匠は喜びますよ。あんた方のことは気に病んでなさるんですから。師匠はまだそのおらんという女を移しているのか。あの体ととっくに目返しててさ、うん、お、お父さん、なんだ、どうしたんだ。お奉行所からお召しなんだ。お奉行所から、どうしたんだ。それが分からない。どけどけ、さあ、参ろう。明日ね、自身番行ってどういうわけかを聞いてまいりますから入って待ってすんね。頼む。詳しいのどうしたんだ。よしよし、どうしたんだ。どうしたんですか。ちょっと訳が分からないって。お前様がオランダのというのか。はい。あの、ここのお師匠様はどうなされたのでございます。何かは存ぜぬが、奉行所へ敷かれていかれましたのじゃが。もう竹丸さん、あの、私どうしたら。さあ、どうなりますか。ま、あの、もう少し待ってあげてくださいまし、ね。オランダの、わしはもと加納一門の小出清之助と申す者だが、ぶしつけながら
わしにもそなたの体を欠かしてはくれぬか。え、私の体を。そう、そうだ、欠かしてください。清之助様。オランド、お願いいたす。清之助様。オランド、欠かしてください。オランド。清之助様。この通り、この通りお願いいたす。清之助様。欠かしてください。オランド、お願いいたす。さあ、欠かしてください。オランド、さあ、早く欠かしてください。さあ、オランド。いかがでございました。ああ、それがどうも具合が悪いんだよ。あ、どうだった。吟味中、ニューローゼさ。え、ニューロー聞き込んだところでは、何でも師匠が浜屋から出した太鼓機の絵が久保様になぞられたというんだぞ。ひょっとすると遠投になるんじゃないかと言うんですよ。遠投。せっかく喜んでオランさんを打ち捨てたのに、こんなことになっちゃって全く気の毒なもんでさ。いや、実に見事なものだ。そうです。見てごらん。この線の自在の音、こんな玉のような体は仙人に一人もあるかないかの逸物じゃ。この絵に見せられて、わしもオランドの生き手本に書もして書いたのだが、いや、驚いた。もう返したくはない。冗談じゃありませんで。オランさんの親子は10秒とかなんとか嘘をついて宿下がりをお願いしたんで、そんなことしちゃ。いや、しかし全く返したくはない。そんなご無理をおっしゃっちゃいけませんよ。まことに残念だな。やむを得まい。じゃあオランド、歌丸師匠がさような次第になれば致し方がない。拙者が屋敷まで送って死んぜよ。はい、お願いいたします。あ、そうしてもないし、あ、じゃない、これから一九屋伝さんにこのことを知らせてやるってことなんですから、よろしく頼む。じゃあオランドさんの方はどうぞ。よろしく。じゃあ行ってまいります。遠投にでもなったら、もう歌さんの絵は見られねえ。死んだも同然だぜ。スタジオ、どうお願いしてもダメか。どうなるんでございましょう。もう5日にもなりますぜ。なんとか決まりがつきそうなもんでございますがね。町内お預け中はくれぐれも謹慎してな。迷惑かけないよう頼みますよ。お仕置き中は神病に慎むよ。分かったな。では、私たちはこれで引き取ります。どうもいろいろお迎えがきました。気をつけてな。どうもいろいろありがとうございます。師匠、師匠、とんだ災難だったね。いろいろ苦労かけてしまいなかった。だが、えらい元気で安心したよ。それでどういうことになった。定常50日だと。定常で済んだか。50日はつれえな。だけ、何か熱い粥でも作ってね。いや、そうでましたね。あ、あれで。
話を。おかみじゃ悪く勘ぐって俺に絵筆を取らさないつもりだろうが、俺は描くよ。誰が絵筆をしてるもんか。それに牢屋ぶち込まれたら一層絵が描きたくなってきた。焦るな焦るな。焦っちゃいけねえよ。大きな煩いでもしたと思ってよ。なんだその間それ頭の中でいろんな絵を描くさ。俺は手錠が取れたら生まれ変わった気で一生懸命描きまくるで、うん、おらんさんどうした。それも清之助さんが送ってお屋敷に帰したんだが、肝心の清之助さんの行方が知らなくなっちゃってよ。うん、せっかく加納のお嬢さんとよりが戻ったと思ったのが水の泡はさ。そんな雲をつかむような話を聞いてもわからねえよ。他を尋ねてみなされ。もし。お、姉さん、カゴはどうだね。籠屋さん、お前さん方もしやこの沢原で三月ほど前に駆け落ち者らしい二人を知らないかい。さあ駆け落ち者と言われてもね。男は色白でいっと笑うとエクボが入って、目をつぶるとまつげがそりゃもう赤ん坊のようなのさ。エクボはね、気をつけちゃ見てないから。じゃあ女は花魁のようなのさ。クルワの鉛があって、うん、アリンスってやつかね。あ、そうだよ。待ってよ、いるかい。うん、あ、そうだ、背中にヤマンバの彫り物をしているんだよ。あ、そんなの今さな。いる。どこにいるのさ。俺くんち前でさ、ひょいと柿の仲間を見たところが行水を使ってる女がいたんでさ。いや、綺麗な女だなと思って見てるうちに背を向けた。その女の背中にお前さん。ああ、じれったいね。どこにいるのさ。うん、この先の森の前の百姓屋でさ、ほら、あそこに見てるだろ。あの家でさ、あそこですよ。あの家ですよ。ごめんなさい。はい。おるいさんとおっしゃるのはお前さんですね。いいえ、大文字屋の高袖花魁でござんしよう。どなただアリンス。何話屋の沖田でござんすよ。何屋さんとは江戸の浅草の。そうでござんすよ。どのような御用で。知れたことさ、若旦那を返してもらいに来ましたよ。お前様は若旦那とどういう関わり合いの人だありんす。分かりきったこと。もともと若旦那は爪の先まで私のもの。私は翔さんとは気性も交わし、入れ墨までして誓いを立てた仲ざます。その甘い口車と入れ墨で若旦那を生け捕りにしたんだね。命がけで怖い目してここまで落ちてきいした私、どうぞ黙って帰っておくんなんし。その言葉に負けて帰らしないよ。命をかけてなら私も一緒。若旦那は私がもらっていきますからね。どこにいるんだね。どこに。おや、奥だね。おどきよ、おどきよ。どこにいるのさ。ようござんすか。どうしても若旦那はね、
私がもらっていきますよ。まあ取れるもんなら取りないし、めったに行く翔さんじゃありんせん。来なきゃ首に縄をかけたって連れて行きますよ。表だね。ああよかった。どうしたんだい？性悪なトンビが飛んできてお前をさらっていくそうな。さあもう帰りましょう。いっそさらわれてみようか。めっそうもない。大事な大事なお前を。何をする？お前、黙って待ちなし。下着は？ちょっと待って。お待ちなし。待って。若旦那。若旦那。あ、姉さん。お連れしましたよ。あ、ご苦労さん。あっちで一口やって待ってとくれ。ありがとうございます。ありがとう。起きた。しばらくでございましたね。やれやれ、どんな恐ろしいところへ連れて行かれるのかと思っていたんだが。おや、起きたは恐ろしくはござんせんか。待っておくれ。お前の怒るのはもっとも、これにはいろいろと訳もあるが、と言っても承知はしないだろう。気の済むまでブツなり蹴るなりしとくれ。殺されたっていいんだよ。みんな私が悪いのだから。さんざん恨みを言ってやろうと思っていたのに、会えば憎らしい。江戸を出てから一月余り、ずいぶん探しましたよ。もうめったに話さない。何とでもしとくれ。しますとも。帰ったら私の家へ閉じ込めて、毎日一寸試しにいじめてやるから。あっち。まあ心配しないで待っておいでの話。千之助さんは一句の声と膝繰りげを面白がってたって言いますから、ふらふらっと旅へでも出たんでしょう。そのうちひょっくり帰ってお見えになりますよ。師匠。大文字屋のおしんが訪ねてきましたが。うん、そうか。それは珍しいよ。ああ、よく来たな。どうした？これは一人じゃ出られなかったな。まさか玉袖の入前では来ねえな。いいえ、やっと年が明けたんでござんす。そうか、そりゃよかった。ああ、そりゃめでてえや。じゃあ、なんか祝いでもしてやんなくちゃなんねんな。もう、何か、すぐ田舎へでも帰るのか。玉さん、ちょっといいか。何で？それと、二人は？いうことになったんで。あ、そんなに見ちゃ恥ずかしがだし。おい、タケ、大丈夫か。おしんはこれでも師匠がご存じないいいところがあるんでござんすよ。冗談じゃねえぜ。おい、俺はこんなものはめてぶつことはできねえと思って勝手な熱をこきゃ。あ、しかしよかった。それはめでて。よかった。聞こえます。北川歌丸様、飛脚
徳田さん。徳田さん。いや、やめなさい。清之助さんか。清之助さん。お、読んでみてくれ。近景その後いかがご案じ申し候。拙者旅中病を得、狂気の場所に病のため困着いたしより候。金子少々お送りくだされたく、に懇願つかまつり候。清之助、歌丸殿。私、行ってまいります。そうなんですか。じゃあ、竹丸を連れておいてなさい。じゃあ、なんだ、あ金谷大臣のとこ行って。いえ、私がお店のお仕事でいただきました。お立ちを持って。そうですか。じゃあ、竹、一緒に行ってあげて。あ、そうですか。じゃあ、お嬢さん、お支度くださいまし。おい、お前、手伝い。はい。この峠を越えればすぐでございますよ。はい。ご辛抱なさいますよ。大丈夫でございます。ではですね。じゃあ、さあ参りましょう。はい。お嬢様、ここです。この道で。そうですか。ここに。さあ、おいでなさいまし。はい。さあ、早く。さあ、お嬢さん、早く、早く。確かに、小出清之助さんがお泊まりだろうね。お泊まりでございます。そう、江戸の歌バロンドから来たってそう言ってくんな。かしこまりました。よかった。よかったですね。お嬢さん、それこっちを出して。さあ、おかけなさい。まあ、竹丸さん。おらす。お嬢さん。お嬢さん。おらさん、さあ金だ。清之助さんに渡してくんな。この金はただの金じゃねえんだぜ。それから清之助さんにそう言ってくんな。あんたの膝栗では愛嬌ってもんがなさすぎるってね。竹丸さん、私別に悪いことしたと思っていません。間違ったことしたと思っていません。瀬之助様は幸恵様とご一緒になられるより幸せだとおっしゃっているんです。Thank you.
お嬢。お嬢。お嬢さん。疲れてるところの気の毒だけど、スタジオ呼んできてくんね。え。お嬢さん、スタジオに詫びてもらってお屋敷へお帰りなさい。私は帰ります。屋敷は戻れません。遠慮しないで上がりますよ。どうしたんだね。帰ってくる早々、歌さんがとんだ災難と聞いてお見舞いに来ましたの。いつ帰ってきたんだ。昨日帰ってきましたのさ。おいらんたちには会ったのか。見事翔さんを取り返してきましたよ。それから翔さんと楽しい湯さんの旅。あら、ごめんなさい。お前はそれでいいかもしれねえが、おいらんのこともちったら考えてやるんだな。ああ、先行殿がおめえと一緒になった方がよければ、どんなことをして取ったっていいが、悪いと俺がおめえの方から身を引かなきゃ。歌さんはそんなことができますのか。私は嫌ですね。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん、あ、お嬢さん、おい、起きた、ちょっと来てくれ、起きた、早く来てくれ、ああ、追っかけてって止めてくれ。どうしたのさ。いや、早く止めなきゃ死んじまうんだ。え、死んじまう。瀬之助さんのお嬢さんの、ああって言って止めてくれ。え、頼む。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん、待っとくなさい、待っとくなさい。お嬢さん、どこへ出なさるんで。帰りましょう。歌さんが心配しておいでなさるから。嬢さん、どうしたんですね、こんなところで。そう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 、お立ちなさい。あのね、嬢さん、あのスタジオさんすぐ後からタゴでやってきますね。ですから気を直して、さあ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 、帰りましょうね。泣かないで泣かないで、嬢さん。あ、お久さん。なんだよ。さっき大間口でタロスで俺らに出会ったよ。なんだって。まるで顔から飛び出した鳥のように裏担保の方へ飛んでったぞ。危ねえ危ねえ、気をつけねえよ。さあ、お嬢さん、参りましょう。翔さんいるか。今仕事出かけましたよ。出かけた。ええ、どこへさ。誰か呼びに来たんだね。ええ、駒形のあのお茶屋さんから若い人が迎えに来たんです。駒形のお茶屋。ええ、
千代さん、お前さんは一体どっちのものなのさ。ここではっきり言っとくれよ。若旦那は魔が差しない人ばっかりにお前のような悪性女にかかり合ったんじゃない。お前さんなんかに聞いてしないよ。千代さん、どっちのものなのさ。私はどっちも好きなんだ。言ってみれば二人のもの。バカバカしい、そんな曖昧なことなんか聞いちゃしないよ。私のものだよ。おひささん、私のものだよ。私のものだよ。千代さん、あどうしたんだ。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん、大変なんだよ。どうしたんだよ。あ、お嬢さん、大変でござんす。どうしたの。おきた姉さんが翔さんとおいらを。どうしたの。翔さんとおいらをやっちゃったのか。そうなんです。北の生き量が来ました。女の生き量が別れに来ました。おきた、おめえなんてことしてくれたんだ。え、おめえっきりも違ったのか。え、しっかりしてくれ。しっかりしっかりしてます。狂ってなんかいます。だからおめえこんなことしてくれておいらんばかりじゃねえ、おめえだって。ええ、承知。ふうたさん、承知でやったんだよ。え、承知で。私は自分の心を偽らず正直に恋をし遂げようと思うと、こうしなきゃならなかったんだよ。だがおめえ、起きたは間違っちゃいない。自分を騙して程よい恋や損得づくの恋なんかできるもんか。ウタさん、ウタさんの絵だってそうじゃないか。ウタさんの描いてくれた錦絵の北だってそう言っちゃいませんか。私は自分の思いのまま身ぐるみ生き抜いたんだもん。たとえ打ち首、縛り首、火炙りにあったって本も立派にお仕置きを受けます。一生懸命したって言ったら
こんなお罰を受ける身になるなんて。お歌さん、恋なんてこんなものかね。恋なんてこんなもんだね。わかりました、沖田さん。初めて日の目を見たような心地でございます。大事に育てられても心に思う三つ息も勝手にさせてはもらえずに参りました。私、初めて女の生きる道が分かったような気がいたします。姉さん、私だって これから名乗って出るつもり。名乗って出ればもうみんなとはお目にかかれますまい。うたさん、お嬢さん、どうぞお幸せ。うたさん、私が死んだらいい姿の人をどうか可愛がってやっておくんなさいね。大変さん、おまんさん、ずいぶん長いことお世話になったね。ありがとう。達者でね。神廟によくお勤めなさいました。では今日をもってご赦免に相なります。ありがとうご受けなさいませ。ありがとうございます。長い苦労でございましたな。いろいろご厄介おかけいたしました。これからはせいぜいお気をつけなさいませ。はい、ではこれをもってご迷惑をございます。どうご苦労さまでした。どうもどうもお忙しいところ、どうもありがとうございます。何のおもてなしもいたしませんで、どうも。師匠、おめでとうございます。よかったな。おとけと、お祝いだ。酒飲みたくて。そうですね。お祝いだ、いっぱいやろう。酒も魚の支度もできてる。はい、来なきゃ。待ってくれ、酒後だ。飲んで。俺は絵を描くんだ。俺は五人中も辛抱してたんだ。俺には絵を描かせてくれ。まあ絵は後として。おめえたちはそこで景気よく飲んでくれ。俺は絵だ、絵だ、絵だ。タケ、鈴木だ、示してくれ。
それから、絵の具ついてくる。絵の具はダメです。何でもいいから片っ端から取って。長引いてる女という女の付き添う片っ端から書きまくるんだ。